皆さんこんにちは、羽曳野師匠の山の葉はじめでございます。皆さんには平素よりこの羽曳野師匠をはじめからご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はですね、つぶたんに私呼ばれまして、ここ外に来ておるんですけれども、つぶたん今日はどうしましたか？お、今シャインマスカットが熱い。だからここ今日は外で撮影させていただいて、この駒ヶ谷の地域に呼んでくれたんですね。ということはこのシャインマスカットを作っている農家さんがいらっしゃるということですよね。ぶどう農家の上田信之さんがここでシャインマスカットを作りになられてるんですね。今日はそしたら上田さんにエスコートしていただけるということでしょうか。はい、こんにちは、上田です。よろしくお願いします。はい、では上田さん今日はよろしくお願いいたします。お願いします。では補助の方へ、はい、どうぞ。はい、ここ上田さんの畑、本当に広い面積が あると思うんですけれども、どれくらいの規模があるんでしょうか？2.5 ヘクタールぐらいです。あ、2.5 ヘクタール。この広さを お一人で管理されているんでしょうか？それとまたこれぐらい大きな規模になれば管理も大変だと思うんですけれども、そこについて一言いただけますか？はい、一人では大変だと思うんですけど、はい、他のスタッフとかにも手伝ってもらいながらやってます。はい、もともと両親がやってたんですけど、はい、子供の時に手伝ったりしてて、もう大変すぎて手伝うのは嫌や思ってたんですけど、はい、父が他界して、はい、この畑がなくなるのが嫌なんで、はい、ついでここを盛り上げていこうと決心しました。なるほど。お父さんがね、やっぱりこう精魂込めて作られたブドウをね、ここで絶やしてはいけないという思いを持って営農されていらっしゃるということで、はい、結構シャインマスカット出来はいかがでしょうか？出来はもうバッチシです。ああ、そうですか。お、皆さんバッチシです。後で僕ちょっといただきたいと思いますので、はい、ここが補助です。はい、ありがとうございます。早速そしたら補助の中入らせていただいてよろしいですか？はい、どうぞ。はい、それでは入らせていただきます。あ、すごい、入ったらもうプリプリのシャインマスカットがたくさんあります。わあ、すごいな。それではこれからですね、上田さんにシャインマスカットの話をお伺いさせていただきたいと思います。上田さん、この今ご案内していただいた圃場なんですけれども、シャインマスカットはどれくらいの数があるんでしょうか？この圃場で、約5000房のシャインマスカットがあります。羽曳野のブドウというとデラウェアの印象が強いですが、若手の農家を中心にシャインマスカットの栽培をしているので、これから普及していくと思います。5000という数すごいですね。シャインマスカットについての質問なんですが、私の真上にもこの素晴らしいシャインマスカットをお作りになられています。上田さん、このシャインマスカットについての上田さんのこだわり、もしございましたら教えてもらえますか？はい、ブドウの大きさが分かるように、うん、ブドウの木から生えるブドウの房の数を制限して、うん、さらに香りも強く糖度が上がるように葉っぱを管理して光が入るようにしています。はい、よかったら市場も手に取ってぜひ食べてみてください。はい、上田さん、シャインマスカット、はい、今から選んでいただくんですけれども、はい、選ぶにあたってこうポイントというのがございましたらお願いできますか？はい、シャインマスカットは黄色い方が美味しいです。はい、黄色い方が、はい、これなんかバッチリですね。はい、はい、今切っていただきました。皆さん、今上田さん収穫していただきました。いや、本当に色もですね、先ほどおっしゃっていただいた少し黄色が上がっていて、そしてもう身もプリプリ、もう触っててもですね、重量感もありますし、美味しい果汁がこう詰まっているんだなというのがすぐ分かります。上田さん、早速これいただいてもよろしいですか？はい、これ確か下の方が甘いんですかね？上の方が甘いです。ごめんなさい、逆でした。上の方が甘いんです。これもそのまま食べてもよろしいですか？はい、それでは少し黄色いシャインマスカットをいただきたいと思います。うん、めちゃめちゃ甘いです。噛んだ瞬間ね、この果汁が弾けて甘みもこうバッときて、もうシャインマスカット好きの方も今僕が伝えたコメント分かっていただけると思うんですけども、間違いない美味しさです。今シャインマスカットをいただきました。いや、本当に美味しいですし、多くの皆さんに召し上がっていただきたいというふうに思っています。ぜひ皆さんにね、食べていただく、その方法といたしましては、道の駅や直売所での販売、
そしてまたあのふるさと納税にも出していただいてますので、ぜひ皆さんご注文いただきたいと思います。そしてまたあの直売所等で のシャインマスカットの選び方というのをあのご視聴の方に一つあのヒントを教えてあげていただければなと思いますが、いかがでしょうか。ヒントはやはり黄色い方が美味しいのと、ちょっとシミが出てるのがもっと美味しいですね、はい、皆さんここがポイントです。少しまあ黄色がかっている、そしてまあシミが出ているというのがあの美味しいシャインマスカットのポイントということでございます。皆さんこの地で、これからもブドウ作り続けていく、まあ、その、 あの最後に意気込みと皆さんへのメッセージをお願いできますでしょうか。はい、高齢化が進む現在ではブドウ農家が減ってますが、羽曳野のブドウは本当に美味しいので、一人でも多くの方に知ってもらいたいです。そして先輩たちが守ってきたブドウをもう一度広く普及できるように盛り上げていきたいです。いや本当にあの今営農家さんの高齢化というのも本当に大きな問題となっています。こうして上田さんのような若手の営農家の皆さんが頑張っていただけるからこそ、こう美味しいブドウが皆さんの食卓に届けられるという状況もございますので、ぜひ皆さん羽曳野のブドウをこれからも応援していただきたいと思います。はい、では上田さん、今日は本当にお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからまたよろしくお願いいたします。お願いします。今日はつぶたんに呼ばれて、ここ駒ヶ谷の上田さんの補助で撮影をさせていただきました。本当に美味しいシャインマスカット、いただきましたし、皆さんシャインマスカットの選び方というのもポイントを、ね、ご説明していただくこともできました。これからも羽曳野のブドウ、さらにまあ普及させていくためには皆さんのお力が必要ですので、どうか直売所でも羽曳野さんをお求めいただきまして、これからも羽曳野のブドウ応援していただきたいと思います。どうかこれからも皆さんよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。羽曳野市公式 YouTube チャンネルでは、観光産業に関する情報や皆様の生活に直結する具体的な施策など、羽曳野市に関するさまざまな情報を発信しています。チャンネル登録をしていただきますと、新着動画を見落とすことがなく、すぐに視聴していただくことができます。ぜひとも羽曳野市公式 YouTube チャンネルの登録を皆様よろしくお願いします。